小熊さんが定壇の2世のところの定壇のところで、在日っていうのはその日本の社会の鏡であるというような言葉を言われてるんですけれども、そのことについて何か、言葉いただけないでしょうか。私の考えで言うとですね、やはり一世の記録というのを、自分でもインタビューしたり編纂をしたりしていて一番感じたことというのは、やはり彼らは先ほど言ったように朝鮮人だと私は思うんです。であくまでも朝鮮人であって、で朝鮮人って置かれてした立場から、日本に来たことによってそこから見えてくる日本の姿っていうのはあるけれども、私の中では一番印象に残ったのは彼ら自身の、もう戦前の世代の人たちの生き様、その朝鮮での生き方および日本での生き方というところでした。ただ2世の人になってくると、核として朝鮮人の文化とか言語がものすごくあって確固としてあるという形よりは、日本の中の位置あるいは日本社会との関係、それを考えながらずっと生きてきた人たちです。あるいはその権利の獲得も含めてです。先ほどイミジクも、日本にこれからもずっといなければいけない、いるんだというふうに考えた時から在日という言葉に自分たちを規定するようになったというのは、やはりそういうものだと思うんですね。2世の人たちで、自分のしゃべる言語が、日本語の方が得意であると、でまた、いつか帰るというふうに親からも言われてるし自分も思っていても、それはいつのことなのかというふうなことになってきたときに、初めて日本社会の中で権利を少しずつ獲得していくという方向でものを考え始める。一世は必ずしもそういうふうには考えなかったかもしれませんから、そうなってきたときに初めて、日本の社会との関係で生きるという生き方になってきたときに、その人たちの生き方や悩み方や戦い方や行動の仕方を見ていると、逆に日本の社会の姿が見えてくると、しかも特に私がこの本の中で言ったことというのは、その在日の一世というのは、ある意味で人生のパターンが割合よく似ていてですね、大概こうこの二世の親の人たちの話を聞いていると、もう本当みんな、知識人とかあんまりいなくて、ごく一部いますけれども、ほとんどは肉体労働者あるいは自営業者で朝鮮人集落に住んでいて、お父さんが博打をやって、お母さんがその喧嘩してっていう、その話がみんな始まって、でそれが1940年代から50年代前半ぐらいまでの話という形になってきて、そのからあとはもう人生の岐路がいろんな形に分かれていって、芸能スポーツ、それから学者、要するにそれはユダヤ人と同じです。マジョリティの会社になれないもんだから、芸能スポーツ役者自営業、それからヤクザという形になっていくわけですけれども、あるいは自営の会社ですね。でその中で成功する人もいれば、うまくいかない人たちも出てくるというような形、あるいは運動の中で民族運動の中で頑張る人たちも出てくるわけですけれども、そこから先の軌跡は違うわけですが、最初の部分を見ているとやはり日本社会の中のどちらかというと周辺に続けられた人たちの歴史として始まるわけです。だから私が在日の2世の記録あるいは1世の記録というところから一歩離れてみると、これはむしろ、日本の中のどちらかというと、周辺部の位置してた人たちの歴史、その人たちはあんまり文字書き残す人少ないですから、そういうところが見えるという意味でも、非常に日本社会の鏡であると。だから例えば、東京大学を出て官僚になって大会社に入ってという人たちとは対極の位置でのところの日本社会の姿がよく見える部分でもありますし、そしてまた そこの中で日本の社会の中のいろんな部分を、との関係の中で、過ごしてこられる方々の歴史ですから、そこも鏡になると、こうなってくるとエスニシティが朝鮮人であるかということよりは、むしろ日本社会との関係の部分の方がよく出てくる、その意味で日本社会の鏡というふうなことを申し上げたわけです。これはもしかしたら位置づけとしては位置づけられる方としては不本意かもしれないなと思いながら言ってるわけですけど、私とちょっとニュアンスが違う部分があるんですけれども、木村さん
的には今のと小熊さんが在日の二世あるいは在日の歴史というのは日本社会の鏡だというふうに言われている、そこの部分について。そうですね、やっぱり相対化するという上において、まあ、これはいろいろ僕はこれの本でいうと5人話を聞いたのかな、まあ、ただ1つ思うのは、5人のうち3人の人が民族学校出身なんですよ。 で2人が日本の学校かな、ミジクもその2人は、張本さんとマルハンの今の社長をやっておられる韓優さん、韓優さんはやっぱり高校球児だったんですね。野球をはっきり本人も言ってます、野球をやりに京都商業へ行って、京都商業で、甲子園の決勝まで行って、まあ、ご記憶のある方はいらっしゃると思いますけど、初めて甲子園のスコアボードに、本名の在日コリアンの選手が2人並んだ、ハン君とテイ君、まあ、テイ君は書かなかったんですけど、僕1回会うことがあって本当にまた素晴らしい爽やかな青年で、韓優社長はお父さんがね、いわば密航して来られて、で、そのまま京都の方で事業を始められて、あと引き継ぐわけですけども、また彼の代ですごく大きな、ビジネス展開をされるわけですね。で、ただやっぱりその、民族学校行った人たちっていうのは、これはやっぱりもっと強固なコミュニティの中に暮らしている方たちで、たまたまこれ3人の方っていうのは映画監督であったり映画プロデューサーであったり、もう一つは日本テコンドー協会という、まあ、大きなテコンドーという武道で日本社会に出てきて、川明生さんは日本国籍を取られているのかな、でヤンヨンヒさんとそれからリーボンさんは韓国籍に変えられていると思います。でだからね、2世ってのは本当に逆に言うとすごく多様になってきていて、でその民族学校ってのは当然ながらこれ元々は国語教習所というところで、言葉はもう一回その任意で始めようというところでいったものが、途中からやはりその、朝連民選総連というところで非常に政治が入ってくる、でところによってまた強固なコミュニティが出てきて、ここの中でのみ生きてる人ってやっぱり未だにいらっしゃるわけですよ。日本人の友達は一人もいませんとか、あるいはそのコミュニティの中でのみ、まあ、結婚、就職、出産から世継ぎという、だから一概になんかそこはまた言い切れないなという気も実は僕はしていて、でそこからまあ逆に言うと出てきた人たちと出会うことは多々あるんですけれども、もっとやっぱり堅固な人たちっていうのはなかなか出会うことすら難しいなという気はしますね。っていうので答えになってますかね。ちょっと違うんですけど、はい、まあ、すいません今民族学校に行ったか行かないかということがちょっと木村さんのところに出てきたんですけれども、今日たまたまいらしてるところで私が取材した方が2人いらしてまして、その方たち2人とも民族学校を経験している方でした。で、そうですね、私自身民族学校の経験ないので、民族学校を経験をされた在日の2世の方たちの、まあ、ずっと民族学校を経られた方、まあ、途中から民族学校に行かれた方とかいろいろあるんですけれども、その自分のは何者かというこのアイデンティティのこう迷いというか揺らぎみたいなものが、私なんか三世っていうのは全く自分は何者かが全然わからない状況から始まったので、民族教育っていうか民族学校を出られた方たちっていうのは非常に羨ましいなというのがものすごくあります。先ほど私小熊さんにその日本社会の鏡という言葉というのに確か定談のところでもなんか引っかかってというかなんか言ったような気がするんですけれども、鏡っていうとこう自分じゃなくてこう外側のね、まあ、あるそういう素材みたいな形なんですけど、私は もろその在日朝鮮人なわけですよね。そうすると鏡というよりも日本の社会の同じ現場に同時代同じところに行っている、ただ私は朝鮮人であるっていうところで
その私が感じているいろいろなものが共有できない、このその共有できないっていうのは私自身が自分が何者かは説明できないからっていうのもあるんですけれども、鏡というのかなこれはっていうかこの説明しがたさというか、同じところにいるのになぜ肩やこう言葉にできない痛みを感じ、また痛みだけじゃなくて別な喜びを感じていると思うんですけれども、そのここの2世の中で多くの2世の方たちがあの一生懸命勉強して、まあ、私よりちょっと上の世代の方たちなんですけれども、学校の成績もいい、まあ、このまま行けばいいとこ就職できるんじゃないかというふうに思い込んだのが、いざ就職しようかなと思って提出しようかと思ったら、まず学校の担任先生にそんなんできるわけないじゃんっていうか、朝鮮人なんだからみたいな感じで簡単にポンとこう切り捨てられてしまう。で本人は全然、まあ朝鮮人だからちょっとまずいかもしれないけど力があればなんか生きていかれるかもしれないと思ったのに、そうじゃないというところがあるのは分かっていても、それを簡単にこう目の前の朝鮮人の子供を前にして言ってしまう、当然だと思ってしまって、まあ、できるわけないよなっていう感じで思ってしまう日本の社会があるということのこう見えなさというか、あのギャップというもの、それを何かこう在日朝鮮人の2世の世代っていうのは自ら自分の中に収めてで生きてきたのかなということを、私はあの逆にあんまり知らなかったので、このいろいろさまざまな在日2世の人たちの記憶というか、あのオーラルヒストリーを聞くことによって改めて痛みを知ったなということを感じました。だからその、まあ、まあ日本人からすればきっと鏡なんだろうけど、在日の側からしたらどうなのかなっていうかそこの多分あのズレというか、そのそういうものがきっとあるんだなって気がします。一つはその不可視に置かれているという、そのなんですかね、さっきの就職の話でいうと、僕が書いた川明生さん、日本テコンドー協会を作った、小学生の時ですかね、民族学校行ってたんですけど、2年3年の時かな、友達とぶらぶら歩いていて、俺たち将来何になるんだろうねって言った時に、出てくる職業が2つしかなかった、2つか3つしかなかった、愕然としたというのが、まあだからまだ10歳にもならない時の記憶としてあって、で川氏自体は僕よりも年下なんですよね。まあまあ、元気にいろんな活動されてますし、その後大学行かれて博士号も取られたんですけども、研究者でもあるんですけども、つまりさっき江さんが言ったね、もう就職無理だよあなたは朝鮮人だから、で一方ただそれを日本人側は一般の人知らないわけですよ。でこれもやっぱり在日コリアンの友達が言ってたんですけど、まあ、彼女は日本の大学へ行って、じゃあ就職するっていう時に、他の友達がその子自身はね、高校は民族学校行ったのかな、いやいやあなた大丈夫じゃない、だってバイリンガルでしょ、引く手あまたよってフラッと言われちゃうと、ああ本当に逆に分かられてないんだなと、私たちの存在というのは不可視に置かれてるんだなというようなことは、ちょっとやっぱり言われる今のお話に来て改めて思いましたね。まあ、つまり映らないという鏡としてという存在に置かれていることに対する、の気持ちなのかなという気がしました。そういう意味では在日2世の記憶、1世の記憶というのが在日朝鮮人のこう歴史というか置かれている状況を知るとても重要な貴重な資料となったんじゃないかなというふうに私も改めて思ってます。今日のサブタイトルというのが在日とは何かで戦後とは何だったかというタイトルだったかと思うんですが、戦後とは何だったかっていうここまで振りますか何か小熊さんから。鏡という言い方がそれを言われる側にとっては非常に
違和感があるのはよく、それはよくわかります。ただそれは別にそういう立場に立つのは別に在日と呼ばれる人たちだけではなくて、例えば LGBT と呼ばれる人たちであったり、難病にかかった人たちであったり、リストラにあった人たちであったり、非正規雇用になった人たちであったり、女性であったりというような形で、ある特定の立場に立てば、社会の鏡にされてしまう人たちっていうのは幾重にも発生するし、またいつでも誰でもそうなる可能性はあるわけです。ではその人たちに特有の属性があるかということになってくると、実はないのかもしれない。私はその意味において在日の一世というのが、例えばまあ一世自身は朝鮮人ですから言っちゃなんですけど、鏡としては透明性が低いわけですよね。映っても朝鮮人の方が見えてしまうので、だから二世の方がその意味においては、朝鮮人性みたいなものというのが薄い分だけ鏡っていう特性が出る部分だなというふうな意味で申し上げたというだけのことです。でそのことを踏まえてその戦後との関わりということで言うならば、私は改めてその1世と2世の記録を読んでいて、そうですね、やっぱり80年代ぐらいまでは非常にこれでよくつかめるというか映し出していると思いました。やはり何といっても歴史として植民地支配と戦争の歴史というのが大きく関わっています。でこれは私は例えば他の国の少数民族あるいは移民集団と比べた場合に、日本の在日ってどういう位置にあるのかなみたいなことは考えることがあるわけですけども、例えばアメリカのコリアンタウンとかチャイナタウンみたいなものはどん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 後から、皇族の人たちが来て、そのコミュニティというのがずっと次の人たちが入ってくるわけですけれども、日本の場合には必ずしも韓国から来る人がいても日本の在日とはまた違う存在になっている。それはどうしたのかということになってくると、結局日本の在日というのはやっぱり歴史込みの在日ですよね。でその歴史込みの在日っていうのは、まあものすごく雑な例え方をすると、例えばアメリカの先住民とか、あるいはアメリカのブラックと呼ばれる、つまりアフリカアメリカンと言ったらいいのかよく分かりませんけども、その故障自体がすでにしていろんな政治性を帯びるわけですけれども、まあ例えばアフリカから今来る人たちと奴隷として連れてこられた人たちの子孫ってやっぱり背負ってる歴史が違うっていうふうに思うだろうから、肌の色があるいはその出身地の元のところが同じだって言われても結局同じ存在にはならないっていう形に多分思うでしょうねっていう意味においては、歴史を背負った、集団っていう意味においてはそうなんだろうなと思います。ではじゃあその歴史を背負った集団と、そのホスト社会なりいる社会の歴史ってどこまでが重なるのかということになってくると、現在のところでは、戦争と植民地支配と戦争の歴史と、それから、差別の歴史、そこまでが重なってきますよね。で2世の話を、聞き取りを聞いていて読んでいて、80年代から90年代ぐらいまではなんとなく、そのことが見えてくる。でその後はまだよくわからない。それは日本にとっての戦後っていうものでつかめる時空間というのが、例えば80年代か90年代ぐらいで終わっているのか、それともそうではないのか、それはもうちょっと、考えてみないとわからないですし、現在の、例えば3世、4世、5世がどういう経験をしているのかというところまで踏まえて、聞いたり、話してみたりしないとこれは理解できないでしょうね。もう一つは戦後というのが日本の戦後だけじゃなくて東アジアの戦後、つまり中国、それから分断国家としての韓国、朝鮮、それを踏まえた、だからそこまで含めた戦後です。でそれは例えば韓国の民主化がなされたところで終わったのか、それとも分断が統一されるまでは終わったと考えられないのか、それはまあ韓国の中での、戦後というのはいつ終わったというふうに彼らは考えているのか、そこにも大きく関係することでしょうから、まあ、一概なことは言えません。